自宅で痩せ体質作りたい方は一緒にやりましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。毎日7回で痩せる体質を作っていきましょうという動画になります。今回自重最強足トレということでお話を進めていきます。まずメリットなんですけども、足を鍛えることによって筋肉量が上がって代謝も上がって腹筋、背筋、お尻などが鍛えられます。で、今回の自重最強足トレに関してはふくらはぎのストレッチが可能です。ではやり方をまず紹介していきます。はい、自重最強足トレということでスクワットを片足で行っていきます。まず左足を前に出して、手はですね前に伸ばしてバランスを取ります。このまままっすぐ右の膝を下に下ろしていく感じでしゃがんでいきます。できるだけ足は伸ばしたままです。ここで上がるときに気合を入れます。イヤーといった感じで、結構やはり辛いですから、できるだけ掛け声を出した方が力が出ます。この時に足首がですね、かかとが浮いてしまうよっていう方は、エクササイズの前にこういったうんち座りをして足首をストレッチしてください。グッグッと足首をストレッチです。これでも足が浮いてしまうっていう方は、かかとにですね何か物を置くといいです。例えばこういった重りとか、またはクッション、あとは雑誌とか、そういったものをかかとに置いたら行えます。もしそれでもきついよっていう方は、まずはこういった椅子を持ってですね、これでしゃがんで上がると、手を使って上がるといいです。で、今回は、まあ、7回にしてるんですけども、10回行える方はもちろん行ってください。ですが7回ぐらいである程度効きますから、今回は7回一緒に頑張りましょう。では7回頑張っていきましょう。いきます。バランスがちょっといるんでね、皆さん頑張ってください。3 4 5 6 7、反対側いきましょう。気持ち下で少し止まるぐらいのイメージです。いきます。お疲れでした。いやー、7回たったのっていう感じですけども、やっぱりね、自重最強足トレということで両足でやるスクワットよりもかなり辛いですね。まあ、ましてやバーベルの重さによっては、まあ、20キロ30キロ40キロぐらい担いでいると同じぐらい、やっぱりね、片足で効きますね。皆さんよく頑張ってくれました。これを毎日ね、たったの7回ですけども、朝とか夜とかどこかの時間で左右合わせても14回ですから、それぐらい時間を割いてですねやるだけで、かなりね、痩せやすい体質を作ることができます。こんな簡単なことですけども、やはり足の筋肉というのは日常生活ではほとんど使ってませんから、しっかりねこうやって使われることで筋肉の維持、あとは筋力のアップすることができます。まあ、あとね、おまけでね、まあ、このプッシュアップバーをね使ってですね、タートル最近プランシェっていう技をねやりたいなと思って練習してるんですけども、これがまあむずいんですよ。まあ練習としてはですね、このバーに手をついて太ももを抱えて体をこのように浮かした状態でこうやってこのように
練習をしております。まあ、これができるようになったらですね、皆さんに公開しますのでよろしくお願いします。はい、おまけでした。ということでね、今回おさらいなんですけども、まあ、たったの7回で毎日頑張れば痩せる体質が作れますよというお話でした。鍛えるメリットとしては、足とかお尻、上半身を支えるために体幹、腹筋、背筋が鍛えられます。しっかりしゃがむことでふくらはぎのストレッチができて、ふくらはぎが大きくなりやすい方にはですね、ふくらはぎの筋肉が緩みますので、ふくらはぎ痩せにもつながります。まあ、方法としては、難しい方はかかとに高さのあるものを置いて行う、もしくは椅子を使って補助的に行ってください。最後に、まあ7回のトレーニングでしたけども、1回ずつできるだけ気合を入れた方が力が入りますので、まあ、夜にね、大きい声でわー言ってたらびっくりしますけども、まあ、できるだけね、少し声を出すぐらいの方が力が出て頑張れます。ということで、今回自重最強足トレということで、たったの7回頑張ってもらってありがとうございました。チャンネルアートにですね、おおよその動画を上げる日程を貼ってます。月曜日お腹とか曜日ごとにですね、項目書いてますんで、まあ、大体そのようにアップをしようと思ってます。ですので、まあ、目的がある方はですね、その曜日に動画を見に遊びに来てもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.